こんにちは、柴田でーす。ガカンマイスターでーす。大木さんのゆめでーす。ということでですね、今回はこの3人でお送りしていくんですけれども、じゃ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 ん、皆さん。これ、共通点は、すべて、ルナシーの J さんのモデル。で、ユウさんが、これ、フェンダー持ってきてくれました。はい、持ってきました。一番新しいので、まだ今月リリース11月25日発売。まだ一月経ってないというふうなフェンダーのジェムでリバースになっております。しかもこれシャンパンゴールドの限定の方じゃないですか。限定の方で。ちょっとテカテカを見せましょうかね。あ、これ限定なんですね。限定です。シャンパンゴールド。ボルトンのジョイントのとこのプレートを見せる。ああ、そうですね。これですよ。これね。出るんですよ。J さんのね、アンペグのアンプにもね、これね、マリアさん。新旧 J モデルをですね、ちょっと鳴らしていきたいなと思うんですけれど、一個ずつちょっと紹介していきますかね。これ、まあ、どっちかっていうと、やっぱ赤色のイメージがね、強いなと思うんですけど、マザファッカーって書いてるね。ちょっと特徴としては、なんか面白い形でしょ、ね、J さんはですね、ESP 製のこのモデルのみですね、後ろ側が低く構えるじゃないですか、J さんが。頭に当たるところはこうぴったりになるようにですね、削れてるんですよ。こういう風になってる。リバース JB のやつもこうなってます。ここがね、ザグられてるんですよ。ワッと。こっちもえぐられてる感じ。こっちもこうえぐれてるね。ああ、これもね。MF ですね。やっぱなんか変わったところといえばピックアップがね、大幅にこのフェンダーとはね、変わってるなという風な感じがしますけど。やっぱこれゴリゴリを鳴らしてた時のイメージ、これもそうですけど、ESP の時そうですね、そうですね、こんな感じのちょっとサウンドもこれ変わってきてるんでしょうね、フェンダーでね、これ全然違いますね、うん、と鳴らしてもらいましょうかね、これせっかくなんでね、ユウさんにはい、鳴らしてもらいましょう。アクティブ感はギターより分かりやすいですね、これね、ベースってね、すごい、うん、出ますね、うん、上げただけで低音めっちゃ、フルフルな感じするかなっていう気が、なんか多分振り切ってる音にして使ってそうかなっていう。やっぱこのイメージ、こういう感じ。そうですね、こんな感じでしょ、ね、初期の、で、これで3度踏んだらもうちょっと多分沈むから、沈みのノリも上げてる方が入るしっていう風な感じです。作り弾くタイプの方、はいはいはい、エッジ感を出すのってやっぱそうなんですね、やっぱ燃え目だと思いますよね、で、サンズ踏むとサンズって、初級サンズってあの時期のサンズってミッドがないんですよ、そうですね、今 V2 はミッドがあるんですけど、ないんですよ、上のプレイヤースの上からところと下のしっかりとしたローが出るパターンなので、もうスインギーターの時に下側を支える感じだった、ちょうどハイハートら辺とこのエッジ感のことをサンズの上のプレゼンスの変化が当たるやつ、そこの心地よさね、バンドを全てやる
れないもんね、J さんのベースって。フェンダーの方も結構そこは同じようなポイントになってるっていうか、うん、なんか、うん、多分、うん、こうバンドサウンドに埋もれなくてでもパンチは残ってるっていう感じがするんで、こっちはアクティブでそういうサウンドにしてて、多分今の J さんはパッシブでそういう感じのサウンドっていう、では OPB もちょっとなんかまあローミッドとかローとかそっちの方が強い感じでっていう風になってるので、じゃあちょっとマザファッカー行ってみますか。こう奥から支えてちょっと作りで説明したいのが、ああ本当だ、これもそうなんですけど、そうそう、全部真ん中横なんですよ。ここにこう入れる、この SGK で行くのここなんですよね。すげえな、ああ本当すごい最先端、そう、あえぐってるんだ、ロックピン入るようにえぐってます、はい、すげえこれ。ブリッジはなんか J さんのこだわりなんですかね、さっきのもそうですけど。ね、そうですね、うん、肉厚なこのブリッジでなんかそのタイプの方がまあゴリンとしたサウンドが出るんで、それは狙ってるんだろうなって、水量が高ければ高いほど、はいはいはい、うん、マダス2よりバンドの方がゴリッとしてる、ね、あ、うん、そうですね、うん、さっきのよりもギュッと、ね、うん、そう、なんか真ん中の方に来てる感じがする。今結構この EQ をフルにして、さっきもフルにしてやってたんで、なんかやってると結構真ん中の方に来るみたいな。馴染みがあるっていうか、ルナシーって言ったらやっぱり多分 MF かなっていう感じのサウンドしてますよね。さっきのはちょっと もっと暴れるような、ね、感じだったのが、もうちょっと落ち着いてきて、うん、ギュッとされたような、うん、フレーズ弾いたらちょっと分かりやすいかなと思やってみたんですけど、キャラクターがもうはっきりと分かれるっていう感じします、うんうん、まあ、落ち着く、そう、まあね、多分やっぱりフェンダーの音っていうので落ち着くっていう、プレーストーモードストーってところから一番上に、アンプでアンペグの方で結構出すとローが結構出るような感じがあって、なんで結構ローほとんど切ってるっていうか、バンドでやるとちょっと。
ていう曲なんですけど、まさにフェンダー使って撮ってるっていうのが、うん、あの頃からですね。そうそう、多分社員ぐらいから復活して、そうですね、社員から杉戸さんもあのジャガーとか使ってたりする時代なんで、ね、結構そのフェンダーの方のでレコーディングが、うん、まあなんか後だと思う。やっぱりあれなんですね、ちゃんとギターのサウンドをしっかりと踏まえた上でのベースサウンドに変えていってるっていうか、聞き心地的にはどうなんですか？リバースのヘッドの、ね、プレベってかなり珍しいので、ちょっとそこら辺のところでちょっと聞いてみたいな。そうですね、はい、そうですね、リバースのヘッドって正直初めて使うんですけど、なんかリバースの方がここの長さが、うん、長くなる、ね、一番太弦がナットまでが長くなるので、その分こうテンションが稼げるっていう風なのを、はい、なんか僕の昔よくお世話になったギターの方が言ってて、確かにベースの方もこうなんかすごいこうなんていうんですか、全体的にボディがすごいなってる感じの、あ、うん、この日本はやっぱすごいボディなりがすごいこう、うん、サスティンあるなっていうのはやっぱこのリバースヘッドならではの特徴かなっていう風な気はしますね。テンションが違うからローの鳴りが違う。そうそう、ローの鳴り感がちょっといつもと違う、そうそうそう、イメージが違う。そうそうですね、はい、で逆に一弦は短くなっていくから、はい、柔らかいんじゃないかな。そうそうそう、結構柔らかくて、まあ、ストームの先のフレーズとかあったりするんで、結構 J さん2弦 3、2、1とか結構使ったりするフレーズが出てくるんで、そういう意味では結構リバースの方が弾きやすいっていう風なところはあります。テンション的なの全然違う。おプルが柔らかい感じですごいしょ、張りがありますね。あ、やっぱりやっぱりやっぱりやっぱが違うのが、うん、
ゃあ、違いますね。というふうな感じで、今回3本ご紹介させていただきました。これも千葉管楽器に並ぶと、はい、この2本と、はい、整備して並ばせていただきたいと思いますので、これはユウさんの、はい、僕のこの2つは。で、他にもイノランさんのがモデルが来てるんですよ、これが。ちょっとヨドボーン、かっこいいっすね。かっこいいっすね、うん、映像なんですよね。そう、アロチャーズマスターかっこいい。それはそれでまた、はい、皆さん、はい、ぜひチェックチェックです、チェックです。よろしくお願いします。おっしゃるなしゃー、柴田でしたー。